菊池克人と佐々木千明の言霊アラカルト。皆さんこんにちは、菊池克人です。少しだけね、春めいてきて、はい、そんな気がしますよね。そうですね。皆さんいかがでしょう。周りの雰囲気は春らしくなりましたでしょうか。実はですね、はい、先日森ビルのさ、はい、森アーツセンターギャラリーって知ってる？52階にある。はい、知ってます。あそこのね、新北斎展、はい、行ってきたんですよ。あ、そうなんですか。僕はたまたまウィークデーに行けたのでよかったんですが、はい、結構混んでました。あ、そうなんですか、うん、日本人の方多かったですか？多かったですね。でみんなね、やっぱりさすがだよね。横入りするやつは一人もいない。おで、じっくり見て、はい、皆さんね、真剣に見てるから、はい、まあゆっくりゆっくりで、僕は万歩計をつけてるんですけど普段、はい、動かないんですよ、万歩計が。あ、いっぱい歩けるのに。それぐらいすり足なんですよ。へえ。本当にね、2時間半いましたからね。そうなんですね。だけど一個一個の作品がすごくて、はい、やっぱり見入っちゃうんだよね。へえ。で、これが版画かよって思うぐらい、はい、もちろん筆で描いたのもあるんですよ。掛け軸なんかは版画じゃないんだけれども、はい、ほとんどのものが彼はやっぱり版画にしてやっていたので、彫り師の方と摺師の方がいて、はい、北斎が最初の絵を描いて作ったわけだけども、はい、いや、その作品の数というかすごかったです。結構多いね、2時間以上かかるんだったら相当ですよね。あと当時漫画を描いたりしていて、はい、北斎がね、やっぱりそういうものも製本されていて、何十冊もあるんですよ、はい、当時やっぱり今でいう突破印刷だよね。突破印刷をして、いわゆる木を掘ってそれで印刷して本を作ったわけだけども、はい、彼が全部その絵を描いてるわけですよ、ええ、で北斎は頼まれたことは何でもやったと言われていて、お菓子の紙袋のさ、はい、表紙の部分、はい、これまで描いたんだよ。お菓子って漢字を書いて後ろの絵を自分で描いて版画で出してるんですよ、そうなんですね。今残ってるのもすごいと思ったよ。いや、すごいと思う、現物だから。そうですよね。なかなか見られるものじゃないですよ。北斎はそういうのも全部受けたんだって、はい。もうなんかね、すごい。で90歳までずっと生きられた方なんだけど、はい、作品作り続けて、うん、80歳になった時に、はい、今までの作品はダメだと、これからが本物を作るんだと言って、はい、やりだしたというぐらい、天才っていうのはさ、やっぱり常に前を見てさ、うん、これでいいんだっていうのはやっぱりないんだね。そうですね、すごい。常に上を目指してるっていうことですよね。で途中で西洋の画法の遠近法を取り入れたりしてるんですよ、はい、やっぱ絵の中で、でもまた途中でやめたりして、だから何でもかんでもやってみて、はい、自分でしっくりこないものは多分やめたんだろうと思うんだけども、うん、すごいですね。ああいったものってのはもう本当にスポンジが水を吸うようにさ、いろんなものを吸い込んではどんどん出してって、はい、自分の中で選んで作品として残してるっていうね。いやーね、なかなかこうね、残すって、まあ、続けるってとっても大変なことだなというふうに思うんですけれども、まあ、せっかくなんでね、はい、今菊池さんお話たくさんしていただいたんですけど、まだこう行かれてない皆さんもねいらっしゃるかと思うので、少しこう新北斎展の補足情報、そう、ぜひ、はい、お伝えしておきたいと思います、うん、お伝えしてください、はい、新北斎展北斎アップデイティットは2019年3月の24日日曜日までの期間、東京六本木ヒルズの森アーツセンターギャラリーにて開催中です。そうですね、葛飾北斎は江戸時代の浮世絵師ですよね。そしてグレートウェーブとして世界的に知られる神奈川沖浪裏や外風改正など風景画を収めた代表作富岳36景や、あと北斎漫画、はい、こちら今なおですね世界的に高い評価を得ています。またフィンセント・ヴァン・ゴッホやエドガード・ガなど名だたる名称画家たちにも影響を与えた人物としても知られています。今回の新北斎展北斎アップデイティットでは、北斎の約70年に及ぶ絵師人生を作風の変遷と主に用いた画号によって6期に分けて紹介しています。で国内外の名品、近年発見された作品、初公開作品など約480件が展示中だそうです。なおですね、音声ガイドのナビゲーターが女優の貫地谷しほりさんが務めていらっしゃいまして、で語り役は講談師の神田松之丞さんが担当されているそうです。気になる方ぜひ詳しくはホームページの方をご覧になってみてください。いやーね、展覧会ということで、まあ、私もね、実は行ったことがあるんですよ。
あの小賀和夫展という、はい、それは はい、どういうことなんですか。あのジブリの絵職人と言われていて、はい、トトロの森を描いた人ということで、ね、はい、素晴らしい、はい、一度ね見に行ったことがあるんですけれども、うんうん、まああの展覧会ってこうちょっと足を運ぶっていうなかなかね、あのわざわざ行くんだからね、うん、すごくいい経験になるなって思いますよね、うんうん、思います、うん、これからねちょっと暖かくなってくるので私ももっとねいろんな展覧会見に行きたいなというふうに感じています。いいですね、それいいわ、うん、さてですね、それでは改めまして言霊アラカルト、この番組は筆跡心理コンサルタントの菊池克人さんとセリフを話すという職業についております、私女優佐々木千秋が言葉の大切さや魅力、文字を書くことから見えてくるものなどを言霊として皆さんにお伝えしていく番組です。それでは最初のコーナーは言葉の魔法のコーナー。このコーナーは普段何気なく使っている言葉の意味や使い方について、改めての魅力やその影響についてのワンポイントアドバイスを菊池さんの独自の観点で解説していくコーナーです。今回は一つの言葉の使い方で意味や相手への印象、そして自分も含めたその言葉の持つ力、魔法が脳のプログラミングも変えてしまう可能性があるということについて菊池さんに少しお話をいただきたいと思います、はい、ありがとうございます、はい、あのまず簡単な話でするとね、はい、例えばさ、じゃあ千秋さん、はい、まあ、あなた今は十分若いけどさ、はい、若い時にすごく楽しかった時のことを、はい、なんか今よりもっと若い時ね、はい、すごく楽しかったことをちょっとイメージしてこう頭に思い浮かべてもらっていいですかって言うとするじゃない、はい、イメージをこう頭の中に描いてくれるって言うじゃない、はい、頼むとするじゃない、はい、でさ、その時にさ2つ質問しますね、はい、ね、まず最初の質問、千秋さんそれ何か見えますかって質問があるわけですよ、はい、でこれは人によっては、はい、高校の時にっていう人もいるんだけども、はい、例えばね、人によってはいや、いきなり言われても見えませんよっていう答えもあるわけだ。なぜかというとイエスノーで単純に聞いてる質問なんですよ、ね、何か見える、あ、そうですね、確かにそうでしょ、さらっと聞いてるんですよ、はい、何か見える、うんうんっていうのもあるじゃない、見えるか見えないかですよね、そうでしょ、はい、じゃあ次の質問2つ目です、はい、千秋さんそれさ何が見えるって言ったらさ、はい、考えたくなるんだよな、そう、ええちょっと待ってください、あ、これは文化祭かなとかさ、はい、勝手に考え出すわけだよ、要はね何が見えるってことはさ、はい、何を聞いてるかというと、はい、必ず見えるはずだから、うん、見えたら言ってねと言ってるんですよ、あ、これがさっき言ったプログラミングを変えてるんですよ、何が見える、はい、いいから考えてよ、はい、見えたら言ってよ、うん、っていうことをさらってやってるわけですよ、はい、だってさ文章は同じで可と可の差だけだよ、うん、そうですよね、うん、何か見える、何が見える、全然受け方違いますもんね、何が見えるってことは見えることが前提の質問なんですよ、確かに、何か見えるってのは見えるか見えないか分かんない時の質問なんです、そうですね、前提が違うんです、うーん、まあこういったね、はい、ものが一つ面白いところなんだよね、はい、からもう一つはさ、例えばさ、はい、なぜっていう問いかけに対して、はい、まあいろんな解釈があると思うんだけども、えー、普通は学校で教わるのはなぜっていうのは理由を聞いてるんですよって教えるんだけど、はい、そうかなっていう話があってさ、はい、例えばって話していい、はい、例えばさ千秋さんがさあるブティックでさ、はい、お店で働いてるじゃん、店員さんとして、はい、で僕が店長、はい、お客さん来たの、はい、で一言二言話してお客さんパッと帰っちゃったわけ、はい、で僕がちょっと千秋さんこっち来て、はい、なぜ今のお客さん来なかったのって聞いたらさ、あなたはまずどう思うかと責められてると思わない、そうですね、なんでうまくいかなかったんですかって聞かれてるような感じがしちゃいます、そうでしょ、はい、責められてると感じるでしょ、うん、なぜって責める言葉なんですよ相手を、確かに、だから何から始まるか、あ、すいませんでしたから始まるんだよ、入りますね怒られてもいないのに怒られてもいないんだよ、でじーっと黙ってると、はい、理由を聞いてるだけじゃない、なぜって、ま、もっと強く言われると、はい、もっと萎縮するわけだよ、ね、あ、すいませんってなっちゃって、ね、店長さんは、はい、店長さんである私は、はい、怒ってる気はないんだけど、言われてる方は責められてると思うんですよ、うん、まして、ね、うまくいかなかったこと、はい、それを過去のことを鮮明に思い出して、はい、あ、これ絶対怒られてる、責められてる、あ、どうしようって思ってしまうんですよ、なぜって聞かれると、うん、思ってしまうと思います、どうですか、なぜって言われたらどう、
何かをこう言い訳みたいなものを考えようとしてしまいますね。で追い詰められた時なんない？なります。嫌だろ。はい、嫌ですね。ということはさ、そこから逃れたいじゃない。はい。ということはさ、正直言って嘘をつこうが何度もいいから、謝っても何度もいいからその場から逃げたくなるんだよ。なりますよね。ということはさ、真実は一切そこではわからない状態で、はい、うやむやになって終わるんだよ。うんうんうん。聞いてる方にしてみたらさ、そんな状態を作りたいわけじゃないにもかかわらず、はい、やっちゃうんだよね、それを。得るも何にもないってやつ。確かにそうですよね。そうでしょ。その事情だけが残るという感じですよね。そう、ああ責められた、また怒られた。怒ってないんだよ、はい、でもそう思うんですよ、言われた方は。なるほど。下手をするとやめてっちゃう、はい、こんなことばっかりやってると。はあ、なるほど。これね、なかなかこうついつい出ちゃう言葉だったりはね、するんでね。でこの なぜというのはさ、他にあと2つぐらいあるんですよ、はい、でこれはちょっと今日時間的に無理かもしれないの で、ね、またあの次回ね、はい、なぜっていう言葉ってあと2つ、全部で3つぐらいあるんですよ、うん、この言葉の持ってる不思議な。いやこれはちょっと気になりますよ。いやもちろんなぜっていうのは理由を聞いてると言えると4つなんだけど、はい、これはもう普通にみんな分かってることだから、それ以外に隠れたものって、はい、あと2つ、全部で3つあるんですよ、はい、これなんかもぜひね次回ちょっと楽しみにしておいてもらえれば。すごい楽しみに、ちゃんと話します。私もすごい楽しみにしています、はい、ちゃんと話します。ありがとうございます。はい、はい、菊池さんの説明をですねもう一度聞き直したいという方はですね、この番組放送終了後約1週間程度で YouTube に言霊アラカルト再編集映像配信版としてアップされますので、アルファベット大文字で言霊、カタカナでアラカルトと検索いただきましてご覧いただければと思います。なおこのコーナーでの菊池さんからのアドバイスはあくまで情報提供としてのものなので、一般的によく使われる言葉や表現から出てくるフレーズなので聞き逃さないように注意していただくとともに、何気なく使われている言葉の裏側にあるですね、その人の意識、言葉から探って見極めていくことで相手とのより良いコミュニケーションに活用していけるのではないかと思います。そしてですね、これは他人ばかりではなくて自分自身を知ることにもつながっていくスキルなんですが、あくまで参考にするものであって断言するものではないこと、くれぐれもご注意ください。いかがだったでしょうか。何気ないこの言葉や言い方でもですね、その人の心の奥底にある意識が隠れてるのかもしれません。まさに言葉の魔法です。次回も楽しみです。以上、言葉の魔法のコーナーでした。千秋のマンスリーソング。さてこのコーナーは私佐々木千秋のお気に入りの楽曲をかけさせていただくコーナーです。今回はですね、小袋さんのエールという曲を選ばせていただきました。まあ、あの春ということで門出を迎えられる方多くいらっしゃるんじゃないかというところと、うんうん、まあ、あのこれからね頑張ろう、今まで通り継続してさらに頑張ろうってね、いろんな気持ちを持って春っていうのはね皆さんいらっしゃると思うので、まあ、皆さんのこう背中をそっと押してあげられるようなね、うん、曲ということで今回選ばせていただきました。改めまして、筆跡や言葉の使い方などに注目しておりますこの番組、言霊アラカルト、担当は菊池克人と佐々木千秋です。続いてのコーナーは字は体を表すのコーナー。このコーナーは筆跡心理コンサルタントの菊池さんが文字の書き方によってその心理分析をする際の簡単なワンポイントアドバイスをしていただくコーナーです。菊池さんにはどういった方が書かれた字というのは伏せまして、まさに字だけを見ていただき、こんな字を書く人はこんな性格といった解説をお願いしております。そしてリスナーの方でご自身の字を菊池さんに分析してほしいという方は、ご住所とお名前をご自分に手紙を出すようにお書きいただき、 03-3949-3472 までファックスをお願いいたします。それでは菊池さん、今回は近いゲストにお招きする方に予告編というわけではないんですが、まあ、どんな方がゲストに来ていただけるのかということをですね、筆跡分析の立場であらかじめリスナーの皆様にもお伝えしておこうかなと思っております。ちなみに今回その方に書いていただいた字なんですが、間という字です。あの門構えにお日様の日という字をですね、はい、うんうんうん、間という字を書いていただきました、うん、では菊池さん、その分析のポイントを交えながら解説をお願いいたします。わかりました。まずですね、はい、この枠の中に間という漢字を一文字書いてくださいねとしか頼んでないんですよね、はい、で一文字書くときに、はい、いろんな大きさで皆さん書くと思うんですが、これ大きな字書いてますよね。比較的大きな字、割と大きめに書かれてますね、うん、でこれを例えば小学生とかに頼んだら、はい、もっとギッチギチに書くかもしれないね。
門構えを枠いっぱいに枠いっぱいに、へえ、で大人になる従ってどんどん小さくなると言われてるんですよ。方格好を気にしたすんです。うーん、でこの方は結構大きな字を書いてるんですよ、はい、っていうことはどう見えるかよりも、はい、自分の中にやりたいこと、はい、あるいは熱いエネルギー、はい、情熱、はい、これを持っていて、まさに子供の時のような、はい、そういった情熱感というのを持ってる人なんだよね。うーん、で字が大きい方っていうのは基本的には行動的です。あ、そうですね、うん、だから動く人です。いいと思ったらパッと動く。だ子供ってそうじゃない、いいと思ったらパッと動くじゃない。そうです、ね、あれこれ考えないでしょ。考えないです。だんだん余計な知恵がついてくるとさ、いやいやちょっとこれは違うんじゃないかとか考え出すよ。そうですね、エネルギーが直結してるよね、行動にね、はい、それに近い感覚を持った方で、はい、この字はよくわかりますね。うん、それと2つ目が門構えのこの左側の端っこと、はい、2つ目のこの門構えのこの左側のやっぱり同じ上左端ね、はい、ここが微妙に開いてるんですよ、この人で。ついてるわけでもなく大きく開いてるわけでもなく、はい、ちょっと離れてますね。あと火っていう間の火っていう字の、はい、あの左上もちょっと開いてるでしょ、はい、開いています。つけないよね、はい、でこういう字を書く方やっぱり世の中にいると思うんですが、はい、こういう方ってね、人と争うのあんまり好きじゃない人なんです。うーん、だから嫌なんだよ、人と言い争いをしたりさ、はい、あの勝った負けたっていう世界にあんまり入りたくない人、へー、というのはよくわかりますね。これは本人に確認しないといけないんだけども、そうですね、そういう傾向が強いというのがわかりますね、はい、それとこの門という字の中に、まあ、横線がこう入るわけだけども、はい、この感覚がね結構等間隔になってなくて、火っていう字もそうなんだけども、はい、上が空いてて下が狭いとか、本当ですね、ちょっと違うでしょ、はい、でこれははっきり言うと一本書いたらいいんだろうって話なんだよ、中に。なるほど。で人によってはこれを均等に書かないと、はい、同じ感覚に書かないと気の済まない人もいるんですよ。そうですね、でも気が済まないっていうか自分で無意識にやってるから、気が済むも済まないもないんだけど、そうです、無意識に均等に書いてる人もいれば、はい、この方のように結構いや書きゃいいんじゃないの、一本横に入っていいでしょってことで全く感覚に対して無頓着に書く方もいるわけですよね。はあ、なるほど。で無頓着に書く人は要はですね、はい、自分のことをコントロールするよりも自分の思ったこと、好きなこと、自分の感情に対して、はい、いいじゃん別に素直に行動すればっていう思いがとても強いよね。だからこの方はもしかするとさっき争いたくない人でしょ、はい、争いたくないって気持ちがある反面で自分の感情を大事にしたいと思ってると結構葛藤してる可能性がある、日頃から。あー、なるほど。だって自分の感情をそのまま出したらさ、人とぶつかる可能性があるじゃない。確かにそうですね、相反するものを両方持ってるから結構そういうことで自分が葛藤してるってことがあるかもしれないね。あ、なるほど。ただこの人は火という字も門構え の右側の角もそうなんだけど、はい、カチッとした四角もカチッとした角で書いてるでしょ。そうですね、ほぼ90度くらいで書かれてます ね全部そうだよね、はい、でこういう字を書く方はあの聞いてる方もいらっしゃると思うんですが、はい、決まり通りにまず動こうよっていう考え方が強いんですよ。あ、だからみんなの期待はあるんだから、はい、やっぱそれに沿っていかなくちゃっていう感覚があって、うん、まあいいんじゃないかってあんまりやらないですね。あ、そうなんですね、うん、だから周りからの信用通り期待通りの行動をちゃんとやろうっていう思いが強いので、はい、裏切る必要ないよね、行動面で。あ、なるほど。でまして争うの好きじゃないから、はい、でもその内心はもうちょっと感情を大事にしたいなってものあるんで、はい、その辺のどれをこう自分の中で優先するのかなってことは結構考えてるかなって気がするね。で基本的に行動的だからさ、あ、そうですね、見えてるのはそこだから、うん、行動的できちっとした人だなって思われるけども、はい、内心では結構好き嫌いになったりしてるので、はい、全部はこれ出てないからね、表にはね、はい、そんなことがちょっとわかるかなって気がしますね。なるほど、はい、いやもうあのね、どんな方なのかなって今ちょっと菊池さんの解説を聞きながらですね考えてたんですけれども、まあとてもちょっとエネルギーにね溢れてるのかなというような印象がね すごくありました。で、まあ、自分の中で何か葛藤があるのかもみたいなね話もされてたので、まあ、実際そのあたりどうなのかちょっと気になりますが、いいですね、はい、ちょっと次回皆様楽しみにしてください。次回のゲストさんはですね、エネルギーにあふれていてご自身の中で何か、まあ、もしかしたら葛藤があるかもしれない
実際どうなのかというところは実際ね、あの次回の時に、ね、うん、お話しいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ただですね、この筆跡診断、まあ、あくまで筆跡からその人の特性を読み取っているだけなので、その特性がいいとか悪いとかの判断を行うものではないこと、あらかじめご理解と、ご注意ください。繰り返しになりますが、リスナーの方で、ご自身の字を菊池さんに分析してほしいという方はですね、ご住所とお名前をご自分に手紙を出すようにお書きいただきまして、 03-3949-3472 までファックスをお願いいたします。以上、字は体を表すのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングの時間になってまいりました。言霊アラカルト、いかがだったでしょうか。この番組は毎月第2、第4土曜日お昼14時30分からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も同じ時間ですね、お耳にかかりたいと思います。菊池さん、今回はいかがでしたか。いや、さっき北斎の話をしたなと思ってたらもう終わりかよみたいな感じでさ、ね、時間過ぎるのは早いんだよな。まあ、またね、次回、はい、またお伝えしたいこともたくさんあるんで。そうですね、はい、また次回もちょっと楽しみがさらにできましたよ、うん、あのね、ゲストさんのことも ね、すごい楽しみにしています。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。この番組へのご意見、ご質問、ご感想などお便りをお送りいただきますようお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com 言霊アラカルトまでお待ちしております。それでは言霊アラカルト、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は菊池勝人と佐々木千秋でした。ではまた次回お耳にかかりましょう。